ント到着。この先にネプネプの偽物がいるんですね。早くあの二人に合流しましょう。変身したネプコを相手にするんだから戦力は多い方がいいわ。なんでネプコの偽物がこんなところにいるのよ。メイちゃんとマベちゃんはどこです？やられちゃったですか？あの二人がすぐにやられるとは思えないんだけど。で、それよりもまずはどう切り抜けるかよね。三人じゃ無理ゲーだよ。死ぬなら手伝ってあげようか、ネプテューヌさん。ファルコムだ！まさに渡りに船とはこのことだよ！けど、どうしてここに？
女神様が地下プラントを破壊しようとしているって話を聞いて、おかしいと思って来てみたんだ。偽物とはいえ、ネプテューヌさんと戦うのはちょっと気が引けるけどね。見た目に騙されちゃダメよ。見た目はそっくりでも中身は別物なんだから、手加減なんて無用よ。アイちゃんはもう少しためらってもいいと思うんだけどな。何言ってんのよ、合法的にストレスが解消できるいいチャンス。あ、やっぱ今のなしで。ネプラン、今合法的とかストレス解消とか言ったよ。細かいこと気にしないの。それよりも今は偽物を何とかする方が先でしょ。私のクロスコンビネーション。生意気ね、生意気ね。思う存分可愛がってあげるよ。さあ行きなさい。 B の番だよ。変身変身、じゃじゃーん。みんな、ごめんなさい。楽しかった。また今度遊ぼうね。レベルアップです。はあ、なんとか倒せたね。偽物とはいえ、やっぱり自分と戦うって変な気分。そう？私は戦いやすかったけど。アイちゃん、生き生きしてたですね。アイちゃんも鬼、悪魔、冥界住人。あ、こんなところにネプコの偽物発見。ネプ、ちょ、アイちゃんやめて。武器の先っちょでズンズンするの。地味に痛いんだってば。変わらずネプチューヌさんは面白いな。けど先に来ていた二人はどうしたんだろう。ここに来るまで一度も会わなかったです。なんだろう、嫌な予感がする。
私の実力。何が何でもこの先に進ませるわけにはいかん。分かってるって。そのためにここに来たんだから。頼もしいな。お前となら、この状況を乗り越えられる気がするよ。うん、私も。のおおおおおおお、誰か助けて。この声って、やれやれ、せっかくのシリアスな空気が台無しになってしまったではないか。けど、そういう逆境を空気と一緒に壊してくるのもネプチューンだよね。そうだな。では、残りの力を振り絞って助けに行くとするか。これは、ああ、ネプネプがいっぱいです。ネプネプが一人、ネプネプが2人、ネプネプが3人、ネプネプが、ネプネプが、ネプネプがいっぱいです。これ、ネプコで溜まったストレスの発散にちょうどいいかも。せい、わわわわわわわ、倒しても倒してもキリがないよ。なんていうか、カオスだね。2人とも無事だったんだね。ファルコムか。来て早々ですまないが、手を貸してくれないか。任せて。こういう時のために私の八葉一刀流はあるんだから。さすがファルコムちゃん、相変わらず頼もしいね。ああ、でもさすがにこの数を一度に相手にするのはちょっと大変かな。それなら大丈夫。あそこに一体だけいるのが本体のはずだよ。あいつがこいつらを生み出している親玉みたいなんだ。よし、じゃあ、あいつを倒せばいいんだね。お、びっくりした。突然会話に入ってくるな。心臓に悪い。ごめんごめん、二人の恋がしたものだから。ついけど、ネプチューンは大丈夫なの？女神化できないんでしょ？大丈夫、たとえ変身できなくたって戦うことはできるんだから。こういう展開待ってました。いいの番だよ。変身変身変身、イエローハート。えっ、そこ、お任せ。あなた気に入った。だから、とっておきのお見舞いしてあげる。特別に延長サービスよ。ちっ、クリティカルエッジ。私たちの邪魔をしないで。ネプネプにしてやんよ。よし、ここは必殺技で決めるよ。これでとどめだからね。ごめんなさい。
これがレベルアップですね。やったさすが本体、他のとは全然違うね。けどなんとかプラントの破壊を阻止できたね。さて偽物も倒したし、この辺りに伝説の武器があるはずよ。全然見つからないです。おかしいわね、偽物がいるってことはここに伝説の武器があるはずなのに。すまない遅くなった。パープルハート様はどうなったんだ。あの程度の偽物、すでに闇の彼方へ葬ってやったわ。やはり偽物だったか。いや、それよりも協力に感謝するよ。お礼には及ばないですよ。あの、伝説の武器が祀られている場所を知りませんか？私たち探してるんです。ああ、それなら教会にあるよ。教会です？ああ、ちょうどこの真上にある教会の祭壇に祀られているんだ。もしかして偽物のネプネプは場所を間違ったです？さすがネプコの偽物、おかげで先を越されなくて済んだわ。アイちゃん、それ褒めてないよね。おお、これが伝説の武器。けどボロボロです。これじゃあ大根も切れそうにないです。英雄ツリーベルの三元戦剣、何百年も前のものだからね。少しの間でいいんで、これ私たちに貸してくれませんか？さすがにそれは難しい相談だね。これは国宝ともいえる宝なんだ。女神様の許可でもない限りは無理だね。そんな、じゃじゃーん、実は私がプラネティオーヌの女神パープルハートことネプティオーヌなのだ。そんなわけで貸し出しを許可する。相変わらず君は面白いね。けどこれは遊びで貸してあげられるものじゃないんだ。ごめんね。もう遊びじゃないもん。本当に私が女神様なんだってば。ネプコ、それくらいにしときなさい。今のあんたが言っても誰も信じないわ。そんな、どこにあるか分かっただけでもいいじゃない。ひとまず帰りましょう。いや、私はここに残ろう。敵の目的がこれである以上、またやってくるかもしれん。そうだね、私たちはここに残るから、ネプチューヌさんたちは先に帰ってもいいよ。いいの？みんなの方こそ疲れてるんじゃないの？どうせお前のことだ。他の大陸に助けに行こうと考えているのだろう。だからここは私たちに任せて。みんな